それでその後の曲は手がね、ガンガンゴーで手は気持ちですけど、あの韓国の 曲ですけど、あの自分の曲じゃなくてね、キム・ガンチンさんという歌手の曲ですけど、この曲がストーリーがあります。ストーリーがあのキム・ガンチン、これから韓国語でちょっとすみません、キム・ガンチンの옛날지금와이프가결혼하기전에옛날에사귀었을때김광진씨가가난한음악가였고그집안에서김광진씨를반대해서다른남자를만나봐라그래서어떤남자를만났대요김광진씨가화가나서그남자를찾아갔어요근데봤더니외모도학벌도직업도성격인품도모든면이자기보다뛰어났다는거예요그래서그여자를부탁한다고얘기하고돌아섰어요그래서이제그남자는먼저가고여자한테뒤따라와라고했는데여자가싫다고했어요왜냐면당신은나없이도살수있지만김광진씨는나없이살수없어요라고했어요그래서그유학간남자가계속전화하고편지하고했는데그답장이없으니까마지막이라고보낸편지가이노래의가사입니다그래서김광진씨가나같으면그거를가사를안쓸것같은데질투나서근데김광진씨는참멋있게사는것같아요본인노래에그자신연적하죠사랑의적의편지를가사로썼다는게너무멋있고그래서오늘을꼭들려드리고싶었습니다전화부터갔습니다오늘이해볼수있어요러시오에가입니다네이리로나이프ズボンのサイズを教えてください。ウエストはいくつですか？
プレゼントします。信子さんです。でもそのサイズがある違いますよね、日本と韓国と。そうなんですか。韓国では30ぐらい。30ぐらい、どれぐらいですかね。ウエスト30 27ぐらいですか。28。なんか完全に私ファンの皆さんに答えてもらうとしてますけどね。とりあえず30です。はい、韓国サイズで30です。31、30から32まで行ったり来たり行ったり来たり行ったり来たり。じゃあそんな30から32っていうことで、なんかちょっといいですね、この流れ作業的な、もうどんどん行こうどんどん行こうみたいな。これ半端ないですよ、ジョブさん。あの中学さんいなくなったんですよ、大丈夫ですか。しかもあのこのまま読んでいいですか。ジョブ、教えて、女性を抱きしめるときどんな風にするのが好きですか。トモコでした。僕は女性を抱きしめるとき、はい、嬉しくなるから後ろから。もうまたすごいポイント高いこと言いますね。いやもう最高です。あとこの恥ずかしいからっていうね。なんかすみません、ちょっとおじさんみたいになってきましたね。すみません。絶対です。あの皆さん、あの質問を書いてもらっていいですか。本当に飲む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 ちょわーって書いてますよ。どうしたらいいですか私。など。動物を飼ったことありますか。好きな動物は何ですか。原親子さんですね。動物ですね。はい、動物です。猫が好きですけど、あのでもちょっと家でなんか毛のせいでなんか。毛のせいで好きなのに飼えない。飼えないの。飼えなかった。アレルギーとかですか。アレルギー。アレルギーじゃなくてなんか弟毛好きじゃないんですか。ここ一面白いです。猫みたい。なるほど。脱いじゃう脱いじゃう猫にもね。取っちゃう取っちゃう。山さん、面白いですね。面白いですね。はいはい、面白いです。これで最後の質問にさせていただきたいと思います。最後にふさわしいやつだと嬉しいんですけど、私。あ、これダメですね。はい、ネクスト。はい、ネクストです。名前書いてください。ね、yes. キャッ英語ミリ、クリスティ英語ミリ、クリスティ英語ミリ、次、ネクスト、ネクスト、英語ミリ、英語ミリ。これ、さっき言ったんで、次行きます。早く、ジョブさん、早く、このフランス語になった。シュ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 。ひつまぶし食べました。はい、次次次次次次。頑張って。今度は大阪に来てね。じゃあ大阪も行きます。あ、これ。いいですね。これ最高です。ありがとうございます。じゃ最後の質問行きたいと思います。ジョンムンさん、小腹が空いた時の必須アイテム、バナナが好きなんですか。バナナ好きです。で、他に持ち歩いているものはありますか。こうちゃんです。お金ビザカード ご主人じゃん。それはないですけど、それとおいしい。すいません、今なんかちょっと呆然としてました。はい、じゃあのバナナの他に持ち歩いてるのはお金と帽子とまとめていいですかね。カードと、あ、カードと。次の曲がドトリというアメリカの歌手の You Don't Belong。
イングリッシュですか？イングリッシュです。おー、楽しみです。それではよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。